海一太郎、1987年11月12日台、は、日本の男性声優、落語家。落語家としての講座名は、三遊亭一太郎。東京都墨田区出身。声優としては、青にプロダクション所属。落語家としては、演学一門会所属。血液型は AB 型。落語家の六代目、三遊亭窓科学の長男。 日本大学第一高等学校卒業。2008年3月、青二塾東京校第28期卒業生。父の師匠である5代目、三遊亭窓科学は大師匠にあたる。2016年8月、同じ青にプロダクション所属の佐々木愛と結婚。2020年6月19日より、バーチャルユーチューバーとしても活動開始。2009年4月、6代目。 三遊亭窓から国入門、一太郎。2012年4月につ目に昇進。声優としての活動に重きを置いているため、落語家としてはさほど講座に立つことはなかったが、2021年6月13日に、父、円楽と関係性としては、兄弟子にあたり幼少時代から、信仰のある伊集院光が、 有楽町読売ホールで二人会を行った際、昼公演の開校一番に出演、自身6年ぶりの落語となる元犬を公演している。声優としての名義は本名の会の新事態である会を用いている。声優グランプリの声優名鑑2016では1252人中1番目に掲載されている。ゲーム好きであり、ゲーム実況を行っているほか。 釣りやドライブ、コスプレなど多様な趣味を持ち活動している。オンラインゲーム、ファンタシースターオンライン2の公式インターネット配信番組、PSO2 放送局では副局長としてパーソナリティを務め、新番組、PSO2 アークスライブでは番組ホストを務めている。太字はメインキャラクターはインターネット配信、三遊亭一太郎に関するカテゴリー、 ありがとうございます。